本題に入りますあ50勝してずっと勝って確か70勝目っていうのがこれはよく覚えてるんですけれども、えー、当時あのクリス・ジョンソンっていう選手がアメリカのツアー出てる選手ですけど背の高いあの非常にいいプレーする方なんですけどヤマハさんに多分契約してたかな,なんかであのそのトーナメントにも出てきたんですよね。 で彼女とも最終日こう争って、うん、で70勝したのを覚えてるんですけれども、うん、あの山里さんのトーナメントっていうのはどうしても4月で風がすごく強いんですよ。はい、での特に山野は難しいんですよあのコースが。もうすごいもうやっぱり風が強いとですねだからもうこのぐらいのパッティングを本当に時間かけてやったのを覚えてるんですけれども。うん まあ七十州できましたその時にやっぱり一つの区切りだったん、ね。そうですね。はい。まあちょうどねその七十州を挙げてあのちょっと体調がおかしかったんであの病院に行きましたらあの子供妊娠してますよって言われてうそうなんですよ。ああそこからもう即産産休に入りまして。そうですか。いや、はい、ものすごいこうまあ七十州っていうこともあるけれども、えー、ちょっと記念すべきというか一つの節目みたいな。えー そうですちょっと試合を振り返ってこう、はい、初日からどんな感じだったかっ覚えてらっしゃいますかあんまりね初日からどうっていうのうに覚えてないんですけども、はい、あのやっぱりあそこの難しいのってのは風がすごく強いし、はい、グリーンがめちゃくちゃ速くなって。はい、だから今のの女子トトーナメントでも やっぱりあの予選カットラインが非常に高いっていうのもあるし優勝スコアもよくないですよね山添さんのトーナメントというのは非常にコースが難しいです、特にその時期というのは風が強くて、はい、グリーンがすすごい速い速ですから。変わる時期だし、はい、まあ風が強いから結構、傾斜があったり、ねはい、してますからね。はい でまあ、あの16番っていうのはやっぱりトーナメントやってても一番難易度の高いホールなんですけど、うん、打ち下ろしでやっぱ左がちょっと危険なところ右に行ってしまうとちょっとセカンドが難しい、うん、私たちがやってる時は左のグリーン使ったんですけれども、うん、今は右のグリーンもっとさらにみんな距離が出るもんですから右の奥の方の奥方グリーンを使ってますよね、まあ、そういう点あと17番も今度逆にフォローになってですね なかなかそのグリーンが止まりにくい、距離を合わせるのが非常に難しいっていう、そういう記憶がありますね。うん、あの、そのも左も右もこうだめ、風 <laughs> が強いって言った時に。どっかで覚悟して、打たなきゃいけないわけじゃないですか。ええええ、どういう気持ちなんですかね。やっぱりそれは、あの危険は避けたいですから、どっちかを選びますよね。はい それ多少、うん、ミスしてもこっちとかっていうものの考え方。私たちはだから16番なんか一番難易度が高いんだけども、はい、左のグリーン使ってましたからミスしても右の方っていうふうにねやっぱりそういう狙いをしてるんにすよね。 フォローって意外にやいやですよね。いやですねこちらが特にね、あ,<の>あそこのグリーンはこう後ろにこう下がってるような感じで奥が池があるんですよ。縦の距離感が難しい。い難しい,、はい。難しかったですね。で、あのヤマハもね、うん、あのずっとそれから代々代代こうまあチャンピオンを生んできてるんですが、はいはい、もうそう考えるとやっぱ。 やはりその運だけではなくて、しっかりしたそのなんていうかな力の持ち主あ,あそこは、うんまあ、自分で言うのおかしいですけど、はい、実力のある人じゃないとなかなか、はい、ラッキーではなかなか勝てませんね。